はいどうも、白駒先生です。今日はですね、宮迫さんと田村亮さんがですね、謝罪会見を開きですね、それが謝罪会見でもあったんですけども、どちらかというと、吉本興業との軋轢というか、今溝ができてしまっていて、そのことに対する告発というかね、そういう形の会見になったんですね。でそれを受けてですね、次の日にワイドナショーというですね、ニュース番組を松本さんがやってるんですけども、ダウンタウンのですね、がやってるんですけど、これは基本ですね、収録になってるんですけども、今回だけ特別緊急生放送という形でですね、東野さんと松本さんがですね、今回のことについていろいろと語ったんですね。でですね、その中での松本さんの発言がもう本当にね、お笑い愛というか芸人愛に満ち溢れていて、本当に男前だなって思ってちょっと感動したんでですね、今日は一体どんなことを話したのか、そしてそこについて僕はどう思ったのか等々ですね、いろいろ話していきたいと思います。まずですね、その会見の顛末だけ本当にさらっと話しますけど、ここはね、今回の動画のメインのところじゃないんで、本当にさらっとだけ話しますけど、要はその宮迫さんや田村亮さんは最初嘘をついてしまったけども、ね、もう嘘はつけないってことで、早く会見をして謝罪したかった。でも、吉本興業側がそれを認めなかった。で、最終的に吉本興業側はね、じゃあそんなにやりたいんだったら一人でやれと、田村亮さんに言ったんですよ。田村亮さんに一人でやれと。その代わりお前は首だし、ここに上に関わった闇営業問題でね、たくさん謹慎今されてますけど、全員連帯責任で首にしてやるからな、みたいな感じで、要は脅しとも取れるようなことを言われてしまったと。で、それがすごいショックだった、不信感につながったって言ってるんですね。だから言ってみたら、このね、芸人側2人は、早く会見を開きたくて、吉本興業側はとにかく会見を開かせたくなかったっていう感じでこう対立してるんですね。で、その原因としてはですね、あくまでこれはまだ噂というか、まだ、の段階の話ではあるんですけども、田村亮さん、どっちだったかな、宮迫さん、どっちが言ってたか忘れてしまったんですけども、言ってみたら、今回のね、闇営業の発端となった、反社会的組織のね、忘年会のパーティーで、ね、入江さんに紹介されていったところなんですけども、そこのスポンサー、要はその会社ですね、反社会的企業というか、反社会的組織ですね、このスポンサーが吉本の、イベントのスポンサーもやってたらしいんですね。あくまでこの2人が言ってるだけの話ですよ。やってたらしいですね。つまり吉本としては自分たちの会社もその組織、言ってみたら反社会的組織がやってる会社とつながりがあったから、それがバレるのが怖いから会見をさせたくなかったんじゃないのかという流れがね、今あるんですね。流れというかお話というか、で、その上で、じゃあ次の日、このね、ワイドナショーで松本さんが語ったわけなんですよ。でですね、ここはちょっと2ブロック、2つのブロックに分けてね、話したいと思います。1つ目のブロックとしては、この一連の流れについてまず松本さんが何を思っていたのか、で次のブロックでは、その松本さんと東野さんが、その緊急記者会見が、ね、あったその日のうちに、岡本社長というですね、先ほど言った、その田村亮さんを、ね、恫喝した、社長さん、吉本社長さんがいるんですけど、この方に、直接会いに行っていろいろ話したんですけど、その結果、ね、何を思ったか何を伝えたかっていう、ね、この2つのブロックに、ね、分けて話していきたいと思います。まず1つ目のブロックなんですけども、松本さんがこの現実でどんなことを思っていたかということですね。これに関して言うとですね、ちょっと長いんでね、箇条書きにしたのを読んでいきたいと思います。このままでは吉本がダメになると思ったと、ね、で完全に時代をもう読み間違えてると、で吉本という会社は笑いを作るところだと、でも最近はもうそれができてないと、言ってみたら、収録中はみんなプロですからね、本当におどけて頑張ってちゃんと笑いを取ってますけど、その後はみんな浮かない顔、暗い顔をしてるし、その後ご飯を食べに行ってもみんな心の底からちゃんと笑えてないと、ね、吉本興業は笑いを作る場所なのにそれができてないと、で自分はその笑いが好きでこの会社に入った、だからこそこれを早く変えたいと、だからそれは自分のためでもあるっていうんですね、笑いが好きな自分のためでもあると、で、その岡本社長がですね、田村亮さんを恫喝した件に関してですけども、それに対していつからそんなに偉くなってしまったのかと、やっぱり吉本興業っていうのは芸人の会社だから、どこまでも芸人ファーストである必要があると、ね、芸人があっての会社なんだから、会社があっての芸人じゃないんだってことなんですね。で最後にですね、その静観する、これ何かというと、先ほど言いましたけど、お二人がですね、宮迫さんと田村亮さんが、とにかく会見を早くしたいって言った時に対して、吉本興業側がとにかく静観すると、とにかく待てっつって一切やらせてくれなかったと。で、その話を聞いた時に、松本さんはもうこれだったら吉本にはいられないなっていうふうに思ったっていうふうに言ってましたね。でですね、この話から何がわかるかっていうと、やっぱりですね、松本さんのこの芸人愛っていうのがいろんなとこから伝わってきますよね。例えばですけど、やっぱりそのいつからそんなに偉くなったのかってとこですよね。要はその会社に対して、要はその芸人になっての会社だったことなんですね。あく
くまで吉本興業っていうのは芸人さんが所属して、その芸人さんの芸を売ってお金に変えるところなんですよね。だからこそやっぱ芸人さんがいないと始まらないんですよ。うん、ね、最悪ですよ、まあ、確かに会社も必要ですけど、最悪、ね、会社がなくなっても芸人さんたちは自分たちで何かしらの舞台とかそういうのを立ち上げていけば、ある意味、まあ、お金は稼げたりするわけじゃないですか、ね、あの笑いでですよ、笑いという芸を売ってお金を稼ぐことができるわけじゃないですか。ただやっぱ芸人さんが全部いなくなったら、まあ、会社自体はもう成り立たなくなりますよね。うん、まあ、別の商売をね、始めれば話は別かもしれませんけど、少なくともこうお笑いということを売りにして、それでお金を儲けるっていう仕事はもうできなくなっちゃうわけなんですよね。うん、だからこそやっぱり松本さんとしては芸人を大切にしてほしいっていう考え方なんですよね。うん、はい。でさらにですね、これ2ブロック目ですね、これはその実際にじゃあ岡本社長にですね、松本さんと東野さんが深夜に会っていて何を話したのか、どんなことをお願いしたのかってことなんですけど、そこで松本さんは何をお願いしたかというと、まずはですね、ギャラですね、ギャラに対して不透明な部分が多すぎるから、ここをちゃんとしろってことですね。吉本興業は今一体ですね、そのお仕事をした会社から一体いくら金が ねこっち側のこの仕事に対していくらもらえてるのか、でそのうちを何パーと何パーでどういうふうに分けてるのかとか、この辺が全部不明確らしいんですね。はい、これはですね、他の事務所っていうのはもう基本的に分かっていることらしいんで、まあ、吉本が全然そこに関して遅れているというか、いまだにそんなことは教えてくれてないと。だからその辺のギャラをまず不透明さをなくせって言ったんですよね、松本さんは。はい、で次にですね、岡本社長に会見をさせろと、これに関しては。うん、でここに関しても岡本社長はですね、そのワイドナショーでコメントを出してまして、それは何かというと、そのワイドナショーを放送したその次の日にもうですね、会見をすることを約束しました。だからこれも通ったわけですね。はい、で次にですね、会社内で松本興業っていうわけじゃないけど、そういった部署を作ってほしいと。でそこにいわゆるイエローカード、ね、何か粗相をやらかしてしまった芸人たちをそこで預かるからって言ってるんですね。ここなんですよね、ここがですね、一番僕かっこいいなと思ったんですよ。じゃあ何かというとですね、要はその、まあ、吉本興業って会社が、まあ、その所属する芸人が6000人くらいいるわけですよ。で正直6000人もいれば、まあ、なんかやらかしちゃう子っているんですよね。まあ当たり前ですよ、そりゃね、そんだけいろんな人がいれば。でそうなってくると、じゃあ何か一回やらかしてしまうと、会社としてもそういう人たちを今後どうやって扱っていったらいいかって分かんなくなっちゃうと思うんですよね。うん、まあ例えばじゃあちゃんと向き合って、ね、じゃあこの人と信頼関係をもう一回築き上げててどういう風にしていくかとかとは、やっぱ大変じゃないですか。ってなるとやっぱりどうしても会社としては、まあちょっと腫れ物にね、触れるみたいな感じになっちゃうと思うんですよ。腫れ物に触るみたいな感じに、うん、要はもうあんまりちょっと関わらないようにしよう、あんまりちょっと仕事をあげるのやめよう、あんまりもうチャンスすら与えるのやめようみたいな感じにどうしてもなっていってしまうと思うんですよね。うん、でよし、そのさっき言ったその松本興業ってのは、そういう風に言ってみたら一回イエローカードがついてしまった、何か一回粗相を犯してしまったような子たちを、その松本興業ってこの吉本興業の中にある一個松本興業ってグループじゃないですけど、そこに一回預かりたいって言ってるんですね。でそこでまあ言ってみたら、松本さんがそこで何をするのか、松本さんが、ね、そのワイドショーでは明言は正直してませんでした。ただそこで何かこう芸人たるものがどういうものかとかね、そういうことを繰り返さないように何かね、まあお話をするか、まあ、もしくはそういう人たちにも輝ける場を提供するのか何か分かりませんけども、まあ、何にしろそういう風に会社から、まあ、ちょっと爪弾きっていうとあれですけど、そういうことになってしまっているの芸人たちをそこに入れて、ちゃんとそこで要は セカンドチャンスを与えたいってことなんですね。うん、要は1回のそのイエローカードで、はい、おしまい、じゃあもう芸人としての道が断たれましたとか、そういうことじゃなくて、そこでちゃんとチャンスを与えてあげたいってことなんですよ。うん、まあ、これって多分僕が思うに、今回の闇営業の問題で、まあ言ってみたら、その宮迫さんとね、田村亮さんがね、今すごい一番矢面に上がってますけど、実はもっと十何人の芸人さんがただいままだ謹慎中なわけなんですよね。ってなった時に、多分この人たちのことを言ってると思うんですよ。こういう風に、まあ言ってみたら今粗相を犯してしまって謹慎という処分を与えられますけど、こういう人たちがですよ、じゃあ今後謹慎が解除された時に、果たして今まで、まあ最低限今までみたいな仕事がもらえるのかとかなったら、やっぱり吉本興業側ももしかしたらあげないのかもしれないですよね。それは報復的なつもりであげないのかもしれないし、まあ、もしくはもう単にね、もうちょっと距離を置きたいと、こういう人たちはもうこっち側もうね、ごめんだみたいな感じで他の方に仕事を与えちゃったりとかするかもしれないし、まあ、その辺は分かりますよ。だからまあ、とにかくですね、とはいえその昔みたいに戻れるかどうかが分かんないんですよね。だからこそそういう人たちがね、そういう今言った禁止みたいな一回あやがついちゃった人たちで、イエローカードをもらっちゃった人たちがこの松本興業ってとこに入って、そこで松本さんが面倒を見る、もう一回チャンスを与えるってことなんですよね。うん、だから僕これ知った時に、いや本当なんていうのかな、その松本さんってお笑い愛がすごいなと思ったんですよね。うん、でそれが特に一番最後の方のねコメントでも言ったんですけど、松本さんはやっぱりお笑いに救われたっていうんですね。松本さんって子供
供の時すごい貧乏だったんですよ。これラジオとかでも話してるんですけど、本当に貧乏だったらしいんですけど、でもその貧乏だったことをこう笑いに変えたりとか、笑いがあったからこそ救われたらしいんですね。楽しく入れられたと、だからこそお笑いってものが本当に好きで、でお笑いってものが本当に好きやし、もっと言うとそのお笑いを好きな人が好きらしいんですね。でお笑いを好きな人が好きっていう、これ何かというと芸人が好きってことなんですよ。お笑いも好きだし、お笑い芸人のことも好きなんですよ。両方愛してるんですよね。だからこそさっき言ったみたいな、こうセカンドチャンスを与える場、松本興業みたいな、まあ言ってみたら発想が出てくると思うんですよ。何か一回してしまって、やらかしてしまった芸人さんを、はい、じゃあそれでおしまい、もうお笑いで食っていけないよっていうことで終わらすんじゃなくて、そういう人たちがまたね、お笑いができるような場をちゃんと与えてあげたい、そこでもう一回チャンスを与えてあげたいっていうことなんですよ。まあだからですね、まあ最終的にまとめに入りますけど、とにかくですね、今回の話を聞いていて、いやなんか松本人志っていう人間がどれだけお笑いが好きで、ね、で、さらにこれね、特に言いたいのが、そのお笑いを好きな人、お笑い芸人のことがどれだけ好きかってことが本当に伝わってきて、やっぱかっこいいなと思いましたね。で、それでいてこういう風にちゃんと自分ですぐに行動を起こしてるわけですからね。まあこんだけ偉い人が、こんだけ偉くて立場もあって、正直もうほっといたっていいじゃないですか、最悪。でもそれにもかかわらず、こんだけ偉い人が、こういう会見があったその日の夜ですよ。その日の夜に、どうやら大阪にいたらしいんですけど、すぐに東京に帰ってくるっていう、もう本当にすぐに行動を起こして、こういうことを発言してですね、次の日また生放送でそれも発表するっていう、このバイタリティのある感じという、行動力のある感じっていうか、もうそこがやっぱ本当かっこいいなって思うし、それだけ本当にお笑いもお笑い芸人のことも好きなんだなっていうのが本当伝わってきて、やっぱ松本人志ってすげえなって本当心の底から思ったという話です。はい、まあ、そんなわけですね、この話にちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いします。どうもありがとうございました。